ジュアンです。明治安田 J1 リーグ第12節、ジュビロ磐田対、東京ヴェルディ戦のね、振り返りの方、喋っていきたいと思います。はい、結果の方は2対3の敗戦ってとこなんですけど、まあ、スタメンの方はね、ジュビロの方は、センターバック森岡陸選手、ベンチ外の、鹿沼選手が代わりに入った感じですかね。で、上村選手がボランチで、まあ、スタメンとしては初めてかな、ボランチで出るのは。あとは特に変わり映えないって感じですかね。で、ヴェルディの方は、前節と同じメンツのスタメンだったっていう感じです。違ったらすいません。で、まあ、ちょっと振り返りの方を喋っていくんですけど、まあ、スコア2対3、惜敗ってとこで、まあ、勝っててもおかしくなかった試合だったかなっていう、惜しい試合だったかなっていう、まあ、感じで、まあ、一つずつ喋っていくと、まあ、前半でね、2点差にされてから後半、追いつくことができたっていうのはね、すごい、まあ、ポジティブに、まあ、良かったかなって、まあ、その2失点しなきゃ、そもそもしなきゃっていう、ね、とこはあるけど、まあでも、0-2 からね、同点に追いつくっていうのは、後半、前半に2点取られて、後半から、まあ、2点取りいった結果がね、まあ、成果が出たのかなっていう感じで、まあ、そこはね、ポジティブに良かったかなって。次、1人少なくなってから勝ちに行くのか、守りに入るのか、意思統一ができなかったように感じたっていう、まあ、素人の見た感じ、そのまんまなんですけど、なんか守るのか、攻めるのか、どっちっていう、まあ、ワンチャンあれば、点取って、まあ、勝ちに行って、言ってたのかなっていう。ただそうなると今守るのか今攻めるのかっていう、まあそこら辺の意思統一がちょっとふわふわしてたりしてしたのかな。まあ実際はね、選手間同士意思疎通できてたのかもしれないですけど、まあ個人的に見た感じはなんかそこら辺ふわふわしちゃってるのかなっていう印象でした。はい。で、次がね、まあ、さっき喋った感じにつながるんですけど、まあ、藤原選手でなく、上原選手と鈴木選手の交代でもよかったんじゃないか。まあ、グラッサ選手がね、退場してセンターバックいなくなったんで、そこに海斗選手、まあ、交代で入れてくっていうところで、藤原選手をね、下げたんですけど、まあ、疲れてない藤原選手残して、まあ、疲れているっていうか、スタメンから出てた上原選手 がベンチに下がるっていう、まあ、交代でもよかったんじゃないかな。まあ、何かしら意図はあったんでしょうけど、まあ、ね、疲れてる、疲れてないで言うと、まあ、藤原選手残してもよかったのかなっていうのと、まあ、あとは、何かしらのファールで、まあ相手のね、エリアでフリーキック、直接フリーキックのチャンスとかできたとき、まあ上原選手もプレースキック蹴ったりはするとは思うんだけど、まあ藤原選手をね、まあ疲れてない藤原選手にそういう、まあフリーキックで一発狙うとかっていうこともできたり、したのかもしれないってことを考えると、まあ、藤原選手残してもよかったのかなっていう感想です。次が、アディショナルタイムでの失点シーンは守備が軽すぎたように見えたっていう、ちょっとこれ何回か見直したんですけど、もうジュビロン選手もうかなり枚数ではね揃ってたと思うんで、まあ一人少なくなったとはいえ、まあそこはね、まあ守りきるっていう、まあ、意思
疎通はまあチームでできてたのかなっていう、まあ本当アディショナルタイムの本当割りの方だったし、まあ本当に枚数はすごいいたんだけど、まあ中でね、一人フリー、まあ相手のフリーな選手ができて、そこに中にね、まあパス抜かれて、で、もう本当にオフサイドライン、まあギリギリかっていうと、まあそうじゃないかもしれないけど、いい飛び出しでね、林、あ、誰だっかな、木村選手か、が抜け出して、カイト選手がスライディングしたんだけど、まあ、そのスライディングもなんか軽く、まあ PK ちょっと怖かったのかもしれないけど、まあ、特に脅威もないスライディングで、まあシュートにね、持ち込まれて、で、川島選手のニアをね、まあぶち抜かれた失点っていうところで、まあ、川島選手はしょうがないにしても、まあ、ね、ニア切るべきだったとは思うんだけど、まあ、奥、川島選手の奥にね、もう一人選手、ヴェルディの選手いたんで、まあ、そっちにパス出されるのが、そっちのパスを塞ぎつつ、まあ、滑り込んだのかなっていうところで、まあ、ニアがね、空いちゃったのかなっていう。まあ、そこはちょっと、しょうがないにしても、まあ、鈴木海斗選手のとこのスライディングはちょっと軽かったかなって。まあ、その前のシーンもそうだけど、ちょっと中でね、自由にやらされちゃったかなっていう。まあ、ちょっと、個人的には守備が軽かったなって印象でした。で、まあ、まとめるとね、まあ、勝つチャンスがあった試合だけに勝ち点3をゼロにしてしまった感が大きい。で、次節、グラッサ選手出場停止。で、ジャーメイン選手の怪我で大きい一敗。で、まあ、次節の試合がすごく重要になってくるっていうところでね。まあ、ジャーメイン選手の怪我の具合がちょっとわかんないんですけど、まあ、もし仮にね、顔面の骨、骨折とかってなったら、おそらく1ヶ月以上は出れないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、その顔面の怪我の影響で PK 外しちゃったっていうのもあるのかもしれない。まあいろいろ考えたらキリがないんであれですけど、まあとにかく次節、まあグラッサ選手はもう確実に出れないんで、まあ普通でいくと、まあ伊藤真希人選手がどういう状態かわかんないですけど、まあ森岡陸選手と海斗選手がセンターバック2枚やるのかなっていう、まあ相手トスなんで高さがあんまりまあ、あるっていうイメージじゃないんで、まあ、鹿沼選手、センターバックにまた添えるのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、鹿沼選手、ボランチのとこでね、やっぱ、使ってみても、使えた方がいいんじゃないかなって、うん、まあ、勝ってる試合、鹿沼選手がボランチだったし、うん、まあ、ちょっとそこはね、まあ、まあ、うん、言うだけもうちょっといろいろハマってきそうなんであれですけど、まあ次節ね、とにかくまあグラッサ選手でジャーメイン選手がもしかしたらいないってことを考えるとね、すごいまあなんて言うんだろう、もう今までジャーメイン選手がね点取っすごい点取ってきて勝ってるだけにね、まあ他の選手でも勝てるっていうところを見せつけるというか、そういう試合になってくるのかな。まあ今後ね、熱くなってくると、まあ出れる選手とか、出れない選手とかもまた今後ね、出てくると思うから、もう誰が出ても強いチームになる、まあ勝てるっていうね、試合をしてかなきゃいけないと思うんで、まあ次節突戦、まあちょっと誰になるか分かんないけど、
もう絶対勝って、うん、勝ち点3欲しい試合かなって思ってます。まあ毎試合欲しいけどね、勝ち点3は。はい、で得点シーンはこれ後半入ってからの、まあ、得点で、1点目はね、古川選手が、左サイドからクロス送って、そのクロスをね、相手ディフェンダーが足当てて、その跳ね返り、まあ、こぼれ球みたいなのをペイショット選手がね、ニアにぶち抜いた試合、あーゴールで、まあ、頭以外で決めたのは初めてってことで、ペイショット選手もね、もうシーズン4点目、もうジャーメイン選手が、まあ、このあとジャーメイン選手決めるんで11点取って、ペイショット選手は4点、かなり強力なね、2トップになってきてるなっていう感じですね。で、2点目が途中で入ったブルーノ・ジョゼ選手がね、右サイドえぐってクロス。で、ペイショット、ジャーメイン選手がね、もう相手選手なぎ倒してのゴール。この時ね、相手選手の頭部とね、接触してジャーメイン選手、顔面、ちょっとあざになってるような感じでしたけど、まあ、プレーはね、できるってことで、そのまま、プレー続行して、まあ、その後に PK をっていうところでしたけど、まあ、今までジャーメイン選手がね、PK、もう決めてきてるんで、すごい、もう期待はしてましたけど、まあ、こういう時もあるよなっていう感じで、まあ、なんとかもう1点取ってほしいなって思ったとこで失点っていう。まあ、グラッサ選手の退場もあったけど、勝ちたかったなっていう、本当に勝ちたかったっていう試合でしたけど、まあでも選手はよくやってたのかなって、やっぱね、0-2 から追いついて気持ち見せたし、ところもあったし、まあ本当最後のところ、まあただこれ、この試合にの 前半の2失点、セットプレーからのね、絡んでの失点だったんで、まあ1点目は PK ですけど、まあハンドを取られて、ちょっとね、セットプレー、やっぱりっていうような、またトラウマなってきたっていう感じでした。はい。ベストプレイヤーは、ちょっとグラッサ選手選ばおうとしたんですが、まあ、レッドもらってるし、まあ、ちょっとあそこは止めないといけないとこだったんで、まあ、レッドもいたしかたないレッドなんですけど、で、あとね、グラッサ選手、前半の最初の方で頭でね、ボールかき出してクリアしてるところ、もう本当に、グラッサ選手様々って感じでしたけど、まあ、レッドもらってるっていうのを考慮して選べないなって思ったところで、まあ、ジャーメイン選手はね、点取ってるけど PK 外しちゃったっていうのと、まあ、そうなるとペイショット選手かなとは思ったんですけど、まあ、個人的にはちょっとね、もうこの試合なんかベストプレイヤー誰ってちょっと決めれないかなっていうところで、この試合はなしに、させてもらいました。まあ、ジョーゼ選手とかもね、クロス上げてアシストしたりして、もう本当後半のね、まあ、同点に貢献したっていうところではすごいいいかなと思ったりもしたんですけど、ちょっとね、この負けの印象が強すぎてね、ベストプレイヤーちょっと選べませんでした。で、順位の方はね、まあ、11位から13位に交代っていうところで、対戦相手のヴェルディに、まあ、1試合でね、追いつける勝ち点ではあるけど、負けちゃったっていうのが本当に、悔しいなっていう感じでした。はい、ウィンナーの方なんですけど、あんだけ前回の放送でね、予想してもう買うように言ってた割に、またちょっと買い忘れっていうね、
ちょっと次回からは、もうオッズ変動するんですけど、まあ動画出したタイミングで購入していこうかなっていう、まあもしくは動画出す前に購入して、それをまあ動画で発表していこうかな、ちょっと忘れないようにっていうところを考えてやっていきたいなと思います。なのでマイナスは14,100円のままで、成績もね、2勝8敗のままっていうこと。まあとりあえず2試合分ストックがあるんで、まあ次節の鳥栖戦とその次の札幌戦をまあ3,000円ずつ上乗せしてやっていこうかなって思ってます。まあちょっと、まあそうだな、そうしよっかな。鳥栖戦6,000円分と札幌戦6,000円分で、まあちょっとね、今回と前回の買い忘れ分を上乗せしていこうかなって思ってます。はい。じゃあちょっとね、いろいろ喋ってきたんですけど、ほんと悔しい敗戦っていうとこで、まあとりあえず、まあ次節鳥栖戦、まあこの負けをね、ちょっと生かして勝ちにつなげてってほしいなっていう感じなんですけど、まあ鳥栖戦はね、もうサガン鳥栖の方は結構今、順位下の方で、おそらく、まあ最終節近づいてくると響く試合になるんじゃないかなって思うんで、ここは絶対勝ってほしい試合かなっていう。まあ、鳥栖戦は現地ね、見に行く予定でいるんで、まあ、次回の放送は、まあ、土曜日に試合なんで、金曜日の夜、動画上げようかなって思ってます。はい。じゃあ、またね、もしよかったら、チャンネル登録してもらって、次回、金曜日の夜、動画出すと思うんで、よければ見てください。じゃあ、またね、バイバイ。